皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回も、滝沢勝成の手癖その4ということで、僕の手癖みたいなフレーズをご紹介させていただこうかなと思います。また、カッティングのフレーズになるんですけれども、よかったら値段の1つとしてストックしていただいて、試奏のときとかに使っていただければうれしいなという感じでしょうか。とりあえずそのフレーズを弾いてみます。今回の動画ではこんなフレーズを練習して覚えていただこうかなと思います。とりあえずやってみます。Let's try! シャッフルのカッティングという感じでしょうか。早速やっててみましょう。まず、リズムは置いておいて、どこを押さえなければいけないのかを確認していこうかなと思います。まず、最初3弦、6弦の3フレットを2回弾きます。ドンドンという感じです。人差し指でもいいですし、あと親指でもいいです。どっちもいいです。3フレットを2回弾いたら、薬指で2、3、4弦の5フレットをまとめて弾きます。それで、その次は人差し指で2、3、4弦の3フレットをまとめて弾きます。それで、その後に中指で3弦の4フレットをハンマリング。それで、人差し指をずらして1弦、2弦の3フレットを弾くというような感じです。もう一度、6弦の3フレットを2回ボンボンと弾きます。そしたら、薬指で3本まとめて5フレットを弾く。それで、その次、人差し指で3本まとめて3フレットを弾き、中指で3弦の4フレットをハンマリングし、人差し指で1弦、2弦の3フレットを弾くという感じです。やってみましょう。こんな感じ。ポイントとしては、最後の 1弦と2弦の3フレットの音がアップピッキングになるという感じですね。それまではダウン、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 ハンマリングなんですけれども、最後のここの1、2弦の3フレットだけはアップで弾いていきましょう。ここをアップで弾かないとリズムがなんかこう都合悪くなってしまうというか、空ピッキングが入らなくて、なんか辻褄が合わなくなってしまうので、必ずアップで弾くこと。ダウン、ダウン、ダウン、ダウン。で、ハンマリングして、アップという感じです。それで、その後に3弦の4フレットと2弦の6フレットを、またこれまたアップで弾いて、4弦の3、4弦の5で一周という感じです。一周というか、一小節という感じですね。つなげると、こんな感じです。こんな。最後のこの4弦の3フレット、5フレットに関しては、ダウンピッキングで大丈夫です。ダウン、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 ハンマリング。で、次の1弦、2弦と4、6だけアップピッキングで弾いて、その後はダウン、ダウンという感じです。で、ここから2小節目なんですけれども、1小節目の動きと2小節目の動き、実はほとんど同じです。最初にこのドンドンってやった場所が、ゴードンに変わるって感じでしょうか。ドンドンパッパラじゃなくて、ゴードンパッパラになる感じです。つなげてゆっくりやってみますと、こういうことです。アップ、アップ。こんな感じ。ミュートのこととか考えると、6弦は親指で押さえた方がやりやすいかなとは思うんですけれども、この辺、人差し指で弾くことも全然可能なので、ご自身のやりやすい方法でやってみていただければという感じです。で、この2小節が基本のパターンになってきて、あとはこれを繰り返して、なんかこう、合間合間におまけを入れるみたいな、そんな感じになっております。
ブラッシングの入れる場所なんですけれども、これはまあ、すごい自由でいいかなという感じでしょうか。僕は極力あんまり入れないようにして、できるだけスカスカな雰囲気で弾くようにしているんですけれども、あんまり抜きすぎるとリズムが取りづらくなったりとかするので、できる限り少なめに、少ないように入れている感じです。ちょっとゆっくりやってみると、こんな感じ。こんな感じです。で、その2小節のパターンを全部で4回繰り返すんですけれども、2回目のときと4回目のときにおまけのパターンを入れます。まず1回目はおまけなし。で、その次2回目のときには、最後の4拍目にこの音をおまけで入れます。2弦の8フレットと3弦の9フレットですね。どんな感じで入れるかというと、こんな感じで4拍目にパンパーンと入れます。こんな感じです。で、3回目のときにはおまけなしで弾いて、4回目のときにはなんか適当にグリッサンドをしながら、次のパートに向かっていくような感じでしょうか。ちょっとこの前半部分を通してやってみます。ゆっくり、こんな感じです。ワン、ツー、ワン、シで、その次のパートは、G7+4 というコードからスタートします。5弦から10フレット、12フレット、10フレット、13フレットという感じですね。で、こんな指使い。で、この G7+4 から小指を1個、こっちに12フレットに持っていって、G7 というコードに変えていきます。どんな感じで変えていくかというと、こんな感じ。ダウンからスタートして、ダウン、ツッタ、ツッタ、ダウン、セブンス。こんな感じです。で、このコードが弾き終わったら、単音で5弦の12フレットから12、13、14と弾いていきます。そして最後、人差し指で3弦と4弦の12フレットをアップで弾く。こんな感じです。で、軽くブラッシングを入れたりとかしながら、まあ、リズムキープをすると。別にブラッシングを入れなきゃいけないというわけじゃなくて、リズムを見失いために、まあ、自分のために軽くリズムを入れているような、ブラッシングを入れているような感じです。通して弾いてみると、こんな感じです。コードを弾くときには、ストロークは大きく、この勢いよく弾きたいんですけれども、単音のときはできるだけこじんまり弾いたほうがメリハリがついて、かっこいいかなと思います。このコード弾くときは大ぶりなストロークで弾いておいて、単音のときには軽くブリッジミュートをかけるぐらいの勢いで、こじんまりと弾くと。そうすると、なんかフレーズに、なんかそのメリハリがつくといいますか。これでも別に大丈夫っちゃ大丈夫ですけども、なんかこういった方がなんかこの、ね、激しいところとおとなしいところのメリハリがついて良いかななんて僕は思うんですが、いかがでしょうか。で、この G7+4 から G7 に流れを、G7+4 から G7 の流れを弾いたら、2フレット下で全く同じことをします。この F7+4 から F7 にして、10フレットから単音って感じですね。こんな感じ。G7 の動きを2フレット丸々下げて、もう1回繰り返す。そしてまた G7 の動きをやって、また2フレット下げて、同じのを繰り返すというような感じです。通してやってみますと。
こんな感じです。で、最後のこのブラッシング、単音の部分がなくなって、まあ、ブラッシングを入れているような感じなんですけれども、ここのところはなんかこう激しめにグリスサンドを入れたりとかすると面白いかなと思います。僕はさっきそのお手本といいますか、その軽くその演奏してみたときに、結構一弦のこの辺の音とか使ってグリスサンドをしたんですけれども、気づきましたでしょうか。こんな感じ。もちろん6弦だけでグリスサンドをしてもいいんですけれども、なんかこの音程差があった方が面白いかなと思いますので、1弦とか、1弦とか2弦とか3弦とか、なんかこの辺の高音源を使ってグリスサンドしてみると、またこう、ね、音程幅がすごく広くなって面白いかなと思います。こんな感じ。上がるときは1弦、下がるときは6弦って感じですかね。で、またさっきやった前半の部分のこのパートを繰り返して終わりという感じでしょうか。リズムがそのシャッフルじゃないか、バウンスっていうリズムなので、すごいこの取りづらいとは思うんですけれども、うまくできるとなんか。ギターできる人っぽくて、なんかそれっぽくてかっこよいかななんて思いますので、よかったら練習をしてみてくださいませ。そんな感じです。ストロークとか、結構、まあ、ざっくばらんに説明してしまいましたけれども、その辺はその、ね、その僕のこのビデオを何回も何回も見てですね、ここはアップで弾いているのか、ダウンで弾いているのかなんていう感じで、目コピをしていただけると、嬉しいなという感じでございます。それでは最後に、全体的にゆっくり弾いて終わりにしようかなと思います。では、いきます。1、2、3、4、トントン。最後は G7 のフォームかな。5弦から8、7、8、6のフォームを作って、2フレットそのまま上げると。で、ひとまとまりという感じでしょうか。まあ、このフレーズ、今僕はそのちょっとこうスタッカート気味というか、結構こう、ね、あの音を短くて弾いていますけれども、なんか音を伸ばす感じで。やってても面白いかなと思いますので、まあ、その辺は自分の好みにいろいろアレンジしたりとかして楽しんでみていただければという感じでございます。それではまた次回お会いいたしましょう。頑張ってフレーズ習得を目指してみてくださいませ。それでは、さよなら。